などに乗船して医療を行う医師のことである。戦場では一人で内科、外科、産婦人科、精神科など多岐にわたる診療を行う必要があり、幅広い医学知識と経験を有することが期待されることから、臨床医療のスペシャリストとも呼ばれる。また、選手によっては、高い社交性や語学力が要求される場合もある。かつては、プロスペルガルノーのように生物学や博物学の知識を活かし、世界各地に向かう調査団に、繊維圏科学者として同行し、希少な動植物の調査、収集を行うなど、プラントハンターのような活動も担当していた。またウィリアム・ジャーディンのように個人的な交易などのサイドビジネスを始める者もいた。2000年代以降は客船のクルーズが減少傾向にあることから繊維の職を得ることは難しくなりつつあるという。各国海軍や日本の海上自衛隊の艦艇に乗船する医官については通常軍医に分類される。通常は医師と看護師のみが乗船するが、病院船やアメリカ海軍の原子力空母では、広さの余裕があるため歯科医や薬剤師、放射線技師なども乗船している。補佐のために乗り込む看護師は単に看護師と呼ばれる。ありがとうございます。